皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2続きからやっていきましょう。うん、乾先輩を誘ってみようっと。はい、乾です。あ、先輩ですか。黒宮ですけど。お前か、何か用か。先輩、今日時間ありますか。よかったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんか。ああ、構わないぞ。あれ、変わってたんだ。それじゃあ1時にテニスクラブ前で待ってますね。わかった、遅れるなよ。はい。やった、乾先輩と練習できる。頑張るぞ。乾先輩はっと。やば、もう来てるじゃない。すみません、遅くなって。俺も今来たところだ。練習を始めよう。ああ、よかったです。お前との練習はいい気分転換になる。はい、お願いします。あの乾先輩、先輩の必殺技私に教えてください。お、必殺技だ。俺の必殺技というのは高速サーブのことか。はいはい、私どうしても決め技が欲しくて。確かに決め技を持つと試合を有利に運ぶことだ。だが高速サーブはお前には教えられないな。どうしてですか。お前と俺の身長差がどれだけあるか分かるか。約20センチくらい。あ、身体能力も柔軟性もお前と俺とでは随分違う。そんなお前が打ち方だけを真似たところで俺と同じサーブは無理だ。教わるのではなく自分で編み出すしかないな。お前だけの必殺技。はい、私だけの必殺技、そんなのできるんですか。それはお前の努力次第だ。特訓、行くぞ。はい。あ、はい、よろしくお願いします。タッ、セイ、ハッ。どうした、もうバテたのか。いえ、バテてなんか。でもこれだけやってるのに何もつかめないなんて。まだまだ足りないな、練習が。もっとお願いします。まだ。俺はその何倍、いや何十倍もの時間を費やす。そんなにですか。手塚も大石も他のみんなもそうやって自分だけの技を手に入れたんだ。そうだったんですか。先輩たちも。糸口がつかめないなら考えろ。自分の長所は何か、どうそれを生かすか。はい。今打った一球一球にどんな意味があるのか考えろ。さ、続けるぞ。はいはい。はっ、せい、ひゃっ、へい。あ、できた。ああ、見事なスピンだった。はい、自分でも驚いてます。今のが私の必殺技。乾先輩、今の技の名前先輩がつけてくれませんか。俺がか。そうだな、バーチカルスピンというのはどうだ。直角に曲がるという意味だ。かっこいいです。バーチカルスピン、イメージ通りの名前です。試合中体力ゲージの上にマークが出た時が使い時だ。必殺技ボタンを打ち込め。はい。マークが出ないと打てないから注意しろよ。はい、わかりました。あれ、どうした。あ、大丈夫。おい、大丈夫か。はい。あはは、ちょっとオーバーワークって感じかも。必殺技は体力を消費するから無理もない。ここぞという時だけ使った方がいい。はいはい。
それから技を編み出したのは最初の一歩に過ぎ、今の技に満足せずさらに磨きをかけろ。はい。そうすることで技は成長していくんだ。はい。こうして私は必殺技バーチカルスピンを習得した。みんな犬井先輩のおかげだ。感謝しなくちゃ。よし、テストだ。月曜は数学だ。よしバッチリ。火曜は原告だ。よしバッチリ。水曜は英語だ。よしバッチリ。木曜は日本史だ。よしバッチリ。金曜は生物だ。まあまあかな。土曜は保健体育だ。よしバッチリ。おお、私の成績は？あんた？うん。あんたはね、うん、どうだったのかな。今まで友達だと思ってたけど、どうやら違うみたいね。え？どういう意味？トップランクの方なんて恐れ多くて友達だなんて言えませんわ。そんなことないよ。え？トップランクって私が？あーらしらじらし、自信あったんでしょ？うん、うん、全然。ともかくあんたの成績はトップクラスよ。おめでとうさん。ありがとう。トップクラスか。この調子で頑張ろう。そっか、今日は七夕祭りか。誰か誘おうかな。声楽の先輩を誘う。やっぱりテニス部の人がいいよね。誰を誘おうかな。乾先輩。そうだ、乾先輩を誘ってみよう。もしもし。あ、乾先輩ですか。黒宮です。ああ、どうかしたのか。今日、うちの近所の商店街で七夕祭りがあるんです。よかったら一緒に行きませんか。七夕か。はい。ダメですか。いや、いいだろう。気分転換になりそうだ。やったやった。じゃあ7時に商店街の入り口で待ってます。わかった。遅れるなよ。はーい。乾先輩と七夕祭り楽しみ。また音楽流れない。焦るんだけど。おう、浴衣。先輩お待たせ。お待たせってお待たせしましたでしょ。かっこいい。渋いけど似合ってる。いや、乾先輩、浴衣似合いますね。大正時代って感じですよ。それは褒めてるの？それってどんな感じだ。え、そうですね、風情があります。じゃあ行きましょうか。あ、はぐらかしたよ。ああ、綺麗な飾り。ただ綺麗なだけじゃなくて、あれは神事としてのいろいろな意味があるんだ。そうなんですか？そうなんですか？七夕という風習自体がかつて治水に苦しんだ中国ならではの伝説といえるな。へえ、そうなんですか。へえ、さすが先輩。相手の伝説や言い伝えは気象現象や歴史的事実が元になってできたものだ。へえ、面白い。調べてみると面白いぞ。お前もどうだ。はい、今度調べてみます。夢が壊れるからいいです。はい、今度いろいろ教えてください。面白いんですか、そういうの。真ん中しかないじゃん。はい、今度いろいろ教えてください。今からでもいいぞ。そもそも七夕の場合、織姫と彦星の職業だ。あの、ちょっと長くなるかもしれないんで、また今度で。ふむふむ。え、聞くの？というのが俺なりの解釈だ。お前どう思う？どう思うも何も聞いてないからね。途中でわからない言葉がたくさん出てきたけど面白かった。面白かったが、うん、それでいいんだ。科学とは最高のファンタジーだ。いつ科学という言葉が出てきたの？ところで先輩。なんだ？短冊はもらってあるんですけど、これを吊るす笹ってどこなんですかね？ああ、それならあそこじゃないか。どこですか？
あ、もういっぱいぶら下がってる。急ぎましょう先輩。お前は何を願うんだ。私ですか。内緒です。確かにあまり他人に話すものじゃないな。何をお願いしようかな。もっと体調が良くなりますように。もっとテニスが上達しますように。乾先輩と親しくなれますように。そなたの願い聞き届けた。我らが願いを叶えましょう。え、今の声って。あらら、なんかよくわかんないけど乾先輩との絆がすっごく強まったみたい。おい。はい。え、どうしたんだ一体。いや、 いえ別に、もう平気ですから。ならいいが。本当に平気です。じゃあ私帰ります。え、もう。ああ、その方がいい。それじゃあここで。ああ、はいはい、今日はありがとうございました。七夕祭りはこうして終わった。でも何だったんだろう、あの声。もしかして本当に願いが通じたりして。今日はいよいよ関東大会だ。ドキドキするな。私のパートナーは乾先輩。準備はいいか。はいはい、乾先輩。いい気合だ。ただしあまり気負いすぎるなよ。はい、大丈夫です。今日はなんかリラックスしてます。それにしてもお前はつくづく興味深い研究対象だな。え、そうですか。どういう意味ですか。テニスを始めて数ヶ月でこのコートに立っている事実、非常識の権化だな。そうですかね。まあここの世界はアニメであり漫画ですから、そしてゲームですから。なんかその言い方引っかかりますけど。気にすることはない。感心しているんだ。とにかく勝ちに行くぞ。はいはい。俺たちの対戦相手は氷堤学園のカバジ・ネヒロ・鳥取直美ペアだ。カバジは桁外れのパワーとスピードを兼ね備えた2年だ。鳥取はあの層の厚い氷堤にテニスで特待生となったほどの実力者だ。厄介な相手だが勝機がゼロというわけではない。二人の呼吸が鍵を握るはずだ。はい。気合ボールを渡すぞ。ステータスに振り分けてくれ。はい。さて、精神力とパワーと、もう一個パワー、瞬発力、体力かな。こんな感じかな。よし、これでいこう。うわ、負けてんじゃん。お、好み先生。好み先生って攻略できるのかな。好み先生との練習っていうのはあるけど、でもラッシュ&ドリームの時、好み先生というか好みコーチから教えてもらった技っていうのあるから、もしかして攻略できんのかな。じゃあまずは性格魂の黒い微笑。よし、行きましょう先輩。プレイ。これでどうだ。うわ、めっちゃ減った。バーチカルスピン、ラッキー。これ黒い微笑を使わないで焼きそばパン食べた方がいいかな。お前の必殺技一段成長したな。ありがとうございます。甘い、俺が断念。あ、アウト。やり、すごかった今の。サーティーラン、いきます。おー、やったやったね。フォーティーラン、おー、やったアウト。気を抜くなよ。そして HP マックスかな。ゲーム、性格、
鳥取のやつ、いつもと様子が違くね。和田のキレが半分もあらへん。どうしたんや。ミックスド3は協定が取ってる。これに勝てばミックスドは2回戦進出が決まるってのに。けどこれ落としたら次控えてみる性格はこうだから。めっちゃ裏悪いな。クソクソ性格め。毎回思うけどこの2人他のキャラよりさ声ちっちゃくない？特に押したり先輩。それこれでどうだ。バーチカルスピン、ラッキー、ラブフィフティーン。ちょっと待ってよ、早すぎた。ごめんなさい先輩。フィフティーンオール。これでどうだ。これは食べなきゃまずいな。バーチカルスピン、やったね。フィフティーンサーティタイム。だからもう一個あげておくか。いくよ。うな。お、やった。アウト。やり。15-40。これでどうだ。よし、これで2ゲーム目も取れた。バーチカルスピン、おっしゃー。ゲーム正確。攻めさせて。超高速サーブ。データは嘘をつかない。かっこいい。ボンバイ正確。ゲームセット。最後はバシッと決めてくれたよ。乾先輩かっこいいです。勝ちましたね。ああ、とは言っても素直に喜べないみたいだな。ああ、はい。怪我はひどそうだったし。だが勝ちは勝ちだ。はい。それに俺の計算ではたとえ相手がベストの状態でも勝利を収めていたはずだ。本当ですか？それくらい今日のお前の動きは良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ胸を張るんだ。それも勝った者の務めだ。はいはい。私のパートナーは乾先輩。乾先輩よろしくお願いします。ああ、データ以上のテニスを俺に見せてくれ。はい。とうとう関東大会も決勝だな。そうですね。はい、頑張ります。あまり気負わなくていい。いつも通りのプレーをするんだ。はい。でも昨日は途中で終わっちゃってなんか気分が落ち着かないんですよね。そうか、気持ちの切り替えがうまくいってないんだな。はい、そうかもしれません。あんな試合の後だからなおさらなんだろう。はい。鳥取さんのことですか？ああ、随分気にしていたようだからな。そりゃあまあ。はい。気にするなと言っても無理だろう。彼女の分まで勝つつもりで行くんだ。はいはい。俺たちの対戦相手は立海大附属中の桐原赤や原涼香ペアだ。桐原は地区大会で最短試合時間をマークし恐るべき2年だ。同じく2年の原は大型の左選手だ。そのパワーで壊したラケットを勝つ知れず。厄介な相手だがデータ上の総合値では双方互角。あとは2人の呼吸次第だ。はい。気合ボールだ。もう分かってるだろうがステータスに振り分けて使うな。はい。
さてと、まずは精神力かな。もう一個。技術。もう一個。あとはやっぱり瞬発力。こんな感じかな。よし、これでいこう。うわ、負けてんじゃん。お、カイドウ先輩。あれのリードとか負けたりしてるの何なんだろうね。基準がわからない。技術力なのかな。頑張りましょう先輩。プレイ、いきます。決まれ。多いな。バーチカルスピン、やり、フィフティーンラブ、左クル。危ない、なんか離しちゃった。残念、ボール3個分届かない。ありがとうございます。やったね。本当に味方なら嬉しいわこれ。決まれ。バーチカルスピン、やり。そしてご飯を食べよう。ボディーラン、タイム。心配だからもう一回。これでどうだ。バーチカルスピン。あれ、なんかおっしゃ、光が入ったな今ボールに。ゲーム正確。でもレベルアップじゃないんだ。はっ、決まれ。いつか乾先輩の超高速サーブみたいに青くなるのかな。ラブフィフティーン、予想通り。おお、やった、アウト。ラブサーティタイム。そして必殺技が使えないので食べる。うわ、ゼロじゃん。バーチカルスピン、やったね。次私前衛だけど大丈夫かな。無敵だ。残念だがボール2個分届かない。ありがとうございます。気を抜くなよ。ゲーム正確。いけ。勝っちゃった。よし、今のは良かった。ボンバイ正確、ゲームセット。なんか試合中に乾先輩が必殺技を出す前のセリフとか今回ないな。やった、変わっちゃった、信じられない。そうか、お前の実力、今日の出来、どれをとっても順当な勝利だ。本当ですか。ありがとうございます。でも次は全国ですよ。全国、やっぱり信じられませんよ。信じるも信じないもない。お前が自分自身の力で手に入れた全国への切符だ。素直に喜べばいい。はいはい。ただし次の現実もお前自身の今後の行動によって決まるんだ。はい。そのことを忘れるな。はい。お、今日はいい動きだったな。ありがとうございます。
はい、いつもより体が軽く感じました。本番では練習以上の結果が出る。メンタル面も充実してきた証拠だな。やった、乾先輩に褒められちゃった。これからも頑張ろうっと。パートナーはっと、乾先輩、乾先輩、一緒に歌ってください。俺か、まあ構わないな。ありがとうございます。あれ、乾先輩、カラオケはそんなに好きじゃないのかな。多分。曲は俺が選んでもいいか。はい、もちろんですよ。あ、はい。え、曲番号暗記しちゃってるよ。すごいなこの人。もしかして全曲調査済みだったりして、だとしたらすごいよ。おお、もう歌う気満々じゃん。え、どんな感じで組んだろう。カイドウ先輩みたいに超低音ボイスかな。うまっ。君の声が近づいてくる。差し出した夢今打ち返す。いつか大人になった日に僕はきっと思い出す。ひたむきだけで語れない月日、その重み君と感じている。この世でたった一つだけ信じることを抱きしめよう。笑顔のままでまた会えるだろう。心に風が吹いているから、仰げば空高し。めっちゃうまい。私が想像してたのと違った。もう乾先輩じゃなくて、これは津田さんだよ。津田健次郎さんだったよ。いや、津田健次郎さんも乾先輩だけど、もう何がいたんだろう、分からなくなっちゃったよ。先輩ノリノリじゃないですか。歌もめっちゃうまいし、私聞き惚れちゃったでいいの。それでさ、出だしちょっと入りなかったの。意外か。はい、音楽とは元来科学的なんだ。数学と深く結びついてる。同時に精神性や宗教と密接だ。え、そうなんですか。実に興味深い有効な研究対象だぞ。じゃあよくカラオケに行ったりしてるんですか。さようで。まあ理屈抜きでも楽しいことには違いない。機会があったらまた歌おう。はい、やっぱ乾先輩カラオケ好きなんだ。はい、理屈抜いた方でぜひ。いやー、乾先輩というか津田さんの歌が素敵すぎる。かっこいい。私はさ、カイドウ先輩みたいに超低音ボイスで来るかなと思ったら、意外と高くてびっくりした。いやー、このゲームやっぱりすごいわ。いろんな意味ですごいわ。すっごい楽しいゲーム。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。